こんにちは、横アンティメンズ支店ビアセナートの金子です。今回はラフシモンズバーニングダウンフーディについてご紹介いたします。ラフのイメージカラーといえばブラックとレッドですよね。そのカラーパレットを使ったフーディになります。ラフシモンズの生まれたベルギーでのルーツが詰まったプリントと言って良いでしょう。 一番上は1983年のトーキングヘッズの楽曲、バーニングダウンザハウスからインスパイアされていると思われます。バーニングダウンザハウスというタイトルは、スラングで最高のパーティーを開くことらしいです。P ファンクという音楽のジャンルがありまして、そのオーディエンスたちがよく使っていたスラングになります。トーキングヘッズは P ファンクに影響を受けてこの曲を作りました。 トーキングヘッズの影響はラフシモンズの他のアイテムにもインスパイアを与えています明らかに大きいビッグショルダーのコートやジャケットこちらはトーキングヘッズのコンサート映画ストップメイキングセンスで見られますそしてその下が1995年設立という意味その下が ハーダー・ディーパーとはおそらくラフシモンズが通ってきたクラブカルチャーを意味していると思います。ベルギーの DJ ・フーリガンが92年にハーダーディーパーという曲を出しています。ラフシモンズの拠点、アントワープが書かれていて、その下には汚れている、もしくは汚染されている文字のフォントも絶妙に変え、見るものを飽きさせません。 強めのメッセージとは裏腹に素材感がかなり良くなっています今までにはなかった裏肝タイプで生地が柔らかくとても気持ちがいいですシルエットは定評のあるゆとりのあるシルエット寒くなるこの季節に絶対おすすめしたいアイテムですぜひお店に行ってご覧くださいませよろしくお願いいたします